はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。バイオハザードビレッジ続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、クランクを使って、村の探索をしたんですけども、その際にこの、マグナムですね、マグナム弾対応の改造リボルバー、ウルフス・ベイン、これを入手することができて、であとは料理ですね。この後、料理の種類が増えるのかどうかちょっとわからないんですけども、とりあえず今ある分の料理は全部作ってもらった感じですね。Please do take care. で、あとボートを使って、洞窟みたいなところに入っていったんですけども、洞窟の中に入ったら、得意金があって、あってというか、いてというか、で、そこにあったクリスたちの、パソコンですね、の報告書みたいなのを見る限り、ここの得意金が、まあ、大元というか、オリジナルというか、なので、セブンの、エブリンの E 型得意金は、ここの得意金を持ち出して加工したものって書いてましたね。うん。では、続きですね。ハイゼンベルク。あとなんか村変わったところ。ちょっとぐるっと見て回って。なんか今落としたような気がするな。またのでっかいやつだ。怖い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 。地雷。なんか体に槍とかすごい刺さってる。オッケー。外した。めっちゃ外した今。
当たんなかった。あれ、戻るの早いな。まだつよし、あいだ、ちょっとくなっちゃった。やべやべ。お、あーし、あー、なんだこいつ。あ、ちょっと違う。コガジュの結晶骨格。いやー、回復しよっか。もしかして、あのお父さんかな？お父さんが、ああなっちゃったのかな？ちょっとアイテム売って、ああ、yes yes。8万円？8万円。アンティークコイン売っていいのかな？あ、違う違う、間違えた。 Please do take a look at my new stock. Now to spend like kings. A good deal, if I say so myself.よし、では行ってみましょう。これ俺があれか、モローと戦ってる時に作ってくれたんだ、ハイゼンベルク。製材所。
私が人食い鬼の略奪品。カラス見えるのは一匹だけだけど、あ、よし、これは？あ、関係ない。この爆発する樽があるっていうことは、結構大量な敵が来るっていうことじゃないかな。ちょっとこう時間帯がこう夕方になってきて、またちょっと雰囲気違いますね、ドミトレスク城。あ、豚がいる。助かる。地雷めっちゃくちゃ使えますよね。化粧のかけら、あ、どこだ、ん、あれどこだ、化粧の、どっかの結晶のかけらが反応したんだけど、あ、うわー、こんなとこに、あいつか、墓で出たやつだ。待てよ、地雷をあらかじめ、爆発する樽もあるし、この辺に適当に、
あ、上にもある。中折れ式閃光弾とか使ってみようかな。これどうやって弾を変えるには、あ、構えて、あ、なるほど。やばくなったら閃光弾。これ一発目撃とっか。じゃあで、あとは設置した地雷に全然こいつひるまない。待って、なんでお前だっ。うわ、怖い怖い怖い。追い込まれた。これで、お、よし。で、スナイパーライフルを撃ち込む。あ、リロードするの忘れた。で、あ、またリロードするの忘れた。あー、たまない。よし。あいや、でも地雷便利ですね。回収もできるし。あ、結局1個しか踏ませることできなかったんだ。
てか閃光弾もめちゃくちゃ便利ですね。肉がいっぱいある。7月8日、今日はあの太った行商にデュークかなが来る日、古新聞を、いくつか譲ってもらう、ミランダ様に禁じられてはいるが、やはり外の話題は面白い、新聞を読んで一つ、妙な発見があった、ある製薬会社に関する記事だったが、その会社のエンブレムに見覚えがあったのだ。アンブレラ、そう、あれは村の聖杯にあった紋章だ。確か洞窟の壁画にも同じものが。うん。あの放射状の傘を思わせる紋章。どうしてあれが、外の企業のエンブレムに。そういえば昔、この村に滞在した男がいたが。それが、スペンサーとかアンブレラ作った人たちかな。ウィスカーではないですよね。すごい、これかなり繋がってるんじゃないかな、話が。ニコラの女神像。あ、村の四子祖の一人。結局この あ、いっぱい来た。よし、あ、撃っちゃった。
これがあるということは、はい、あ、くっそ、こいつうまい。あれ、今逆に外す、あんなに外すのが難しいぐらい外した。あそこにもいる。うわ、くそ。待って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 。あー、またあるな。またこれがあるっていうことは、適当に仕掛けて、なんか光った。待て待て。いやー、これはまだ出るな。
この辺。Get this door open. ここにもあるし。これ引いたら出てくるんじゃないかな。やばいね、この数はね。ドアー！まだいる？マジかこいつら。地雷も使って、よし、外した外した、そこ外し、いや絶景、いやーなんかアイテム取り逃してそうな感じがするんだけど、行っちゃおう。森の砦。
あ、セーブポイント。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。